はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日乙女座の満月から3月10日魚座の新月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。いきます、早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。戦車、お月さん、ワンドキング、ペンタクス、エースにソードナイト、デビル、女強行、強いですね。対策は、気をつけること対策はペンタクス5の逆とカップページと、オラクルは、はい、カップ5の逆です。なるほど。ちょっと星のことを先にお話しさせていただきたいんですけど、まあ今この時期って結構仕事運が良くなってるんですね。仕事運って言っちゃうとまたいろんな捉え方があるかもしれませんが、とにかく自分が生きていく社会っていうものが何か強みを帯びているみたいな感じなんです。ですからすごく仕事をこれまでも頑張ってやってきたよっていう方は、そのことにおいてもっと広がりそうな感じもあれば、転職したいなっていう方にとってはもっともっと転職したいような気持ちが強くなったり、そんなご縁があったりとかっていう時で、これから自分がどの世界に行くべきなのかっていう、なんだかそういう、これからどの世界に自分が身を置くべきなのかってことをすごく考えやすい時なんですね。でそれは仕事運が強まってるからこそ、より一層その思いが強くなるんです。で責任も強くなるんです。運も強いけど責任も強いので、吉凶混合なんですね。今双子座の皆さんの中でもうバリバリ働きたいですっていう方は、働くチャンスあるんだけど、どれがいいかなってなったり、または今働きたいんだけど働けない、もしくはこれから働きますという方は、働く世界、これから出ていく世界がなんとなく怖く感じたり、こんなのできるかなみたいな、すごく強いプレッシャーに感じたりということで、何か強いんです。なので自信があればある人ほど、この運を使いのこなすみたいな形で、この運をバーンっていい運として使えるんですね。もうできないこともやりますみたいな、未経験でもやってみますみたいに、すごい行く感じがするんですけど、まあちょっとでも双子座の皆さんって、何度も言って申し訳ないんですけど、やっぱりね、6月以降の流れとそれまでの流れでは随分と違うので、自分の中で温めてほしいなって感じはします。今すぐ動くというよりも温めて、もちろんちょっと勉強しに行くとか、何か自分の気持ちをリフレッシュさせるために、どこかに行くとか旅行に行くとか、もちろんそんなのはもうどうぞどうぞって感じで、できる限りやってねなんですけど、なんとなく今感じてるのは、その社会運みたいなものがこう強まっているがゆえに、いろんなことを感じそうだなと思ったんです。でさらにこれが2月24日っていうのは満月で、乙女座の満月で、すごい深いところからこういろいろ引っ張ってくるみたいなのがあり、自分ではあれもしたいしこれもしたいし、ああだこうだって考えれば考えるほど、もう片方から何かそんなのできるのかとか、本当に大丈夫なのかみたいな意識が湧いてきたりとかして、自分の中でこうエネルギーがこう2つに引っ張られるみたいな、まあそういった緊張感がある時なので、でも実はこれ本当は豊かなエネルギーの時なんですけどね。でもご自身ではそうやってこう意識が引っ張られて、わーってどうしたらいいんだろうっていうふうに思いやすいので、まあ24日過ぎてしばらくしたら落ち着いてくると思っておいてください。そしてなので急いで答えを出さなくても大丈夫です。でただ今すごく頑張りたいんだっていうね、何かこう進んでいきたいんだっていう気持ちがもうすごく強まってるのかなって感じがします。でこれはやっぱり火星とか金星の影響もあると思うんですけど、やっぱり今火星も金星も冥王星も水瓶座ということで、風のエネルギーに入っているので、双子座の皆さんにとってはこのエネルギーすごく追い風として使えるんですね。で特にそれが自分がどの世界でやっていくのかとか、どんな知識が必要なのかっていう専門性とか、自分のフィールドを超えていく、なんか自分の限界意識を超えていくっていうところに影響するので、より一層頑張りたいみたいな気持ちがすごく強くなってるんだと思います。これはとってもいいですよね。双子座の皆さんがそう思ったらめちゃくちゃ早いですから、もう行くよみたいな感じがあってとてもいいです。ただ何か深いところでは本当にこれで大丈夫なのかなっていうような思いとか、ちょっとやっぱり心配事っていうのがあるのかなっていうふうに思います。でこれはどうしても仕方ないですね。みんなそうやってこの2月24日前後っていうのは考えやすい時なので、
少し落ち着いて冷静になってみようみたいな考え時なので、ただその沼に入らないようにしてくださいね。そしてここまでのこともすごく一生懸命頑張ってきましたねって感じで言われてます。あのワンドのキングっていうのはやっぱり本当に努力して頑張った人だなって感じが出てます。自分にはまだまだだと思いながらも頑張って統率したんだとか、頑張ってその状況をまとめたんだとか、頑張ってその なんだろう親の立場としてとか上の上司としてとか、何かそういうので頑張ったんだみたいな感じがすごくあって、その頑張りというのは消えてませんのでね、これから流れが変わったりいろんな状況変わったりとかしても、その努力っていうのは、努力の上に成し得たことっていうのは消えてないので安心してください。そして今ね、もうピッカピカの、ピッカピカの価値っていうものを手にしてるのかなって感じがします。このペンタクスエースっていうのはもう不動の価値、これでやっていきたいんだ、これを大事にしたいんだっていうものがあるって感じがするので、もしかしたら双子座の皆さんの多くがもうすでによし今年はこうするぞみたいな、すごく強い抱負だったり、自分はこうしていこうっていう思いがムクムクと出てくるかもしれませんね。これはとってもいいことです。特にこの3月4月あたりって、まあ、5月も竜巻起こるんじゃないかみたいな、こうすごいエネルギーなんですけど、それによってすごくね、準備して6月から流れてねみたいな感じで、まあ、準備8割って言われるように、準備の期間も大事なんですね。だから双子座の皆さんって6月まで何を準備するのとか、どんなものを手放すのって言った時に、すでにこの価値が見えているなら、自分にとって何が必要なのか、何がいらないものなのかってね、精査できますよね。はい。そしてその思いをもとにまた走るみたいな感じで出てますので、そんなに身を粉にして走らなくても大丈夫ですよって言いたいかな。すごい強いんですよ。もう多少ね、こう風が強すぎて一緒になんか飛んできてちょっと傷ができたとしても大丈夫、進むみたいな、そんな感じがあるんですけど、もしその中でちょっとストップかけられたなっていう思うこととか、なんかちょっと今自分は今こだわりすぎてるなって、なぜ進めないんだろうなみたいな思いがあるとしたら、これはあえてゆっくり考える方がいいことなのかもしれないですね。なんかこのね、走っていくっていう時に止められると、なんでいけないのってなんかすごい思うじゃないですか。でそれがすごくこのデビルに出ていて、すごくその思いにとらわれている、もう絶対そうしたいんだからみたいな、その思いが頭でいっぱいって感じなんですが、そこはね、押してダメなら引いてみろっていう感じで、なんか頭を使って解決していくみたいですね。とても聡明なカードが出てまして、こっちがダメならこっち、こっちがダメならこっちということで、いろんな方法を駆使してやっていくよっていうふうに言われています。なんか面白いこうトンネルの中に入っている感じがしますね。面白いあっちに行きたいって言った時に、この扉だってバーって走っていったら、それがすごいなんか迷路のようになってるトンネルで、うわー進めない、間違ったのかと思うけど、落ち着いて考えたら、いや必ず出口があるはずだって言って行ってみると、本当にすごくいい道だったっていうような感じがあります。なので現実すごい走ってるなっていう印象です。そして対策としてはですね、ここでね、そんな何ていうのかな、まあダイアルカナとかバーン出てるんですけど、もう少し本当にささやかな喜びを感じる余裕も持ってねみたいな感じで言われてます。もう本当にささやかな喜び、ご飯が美味しいとか、はなんかお酒が美味しいとかでもいいんですけど、何かね、こう自分の感情から湧いてくる喜びをしっかりとキャッチする余裕も持ってくださいねって感じで、今ここで見えてるものっていうのは、これか今しかないものではなく、ここからずっと持っていくものなので、大事に大事に育てていくものなんですけど、今はまだ自分はなくしたものの方が大きいように感じるかもしれません。これ例えばお仕事とかでも、何かお仕事にするためにこれだけ学校に通いましたとか、勉強しましたとか、投資しましたとかっていう、まず出したものが大きくて、まだ全然身になってない、こう得てないって思っているかもしれないけど、それはまだまだ時間をかけてですよね、トータル的に見ていくものなので、今この2週間の中で自分がなんか失ってしまったとか、こう損したなって思うことがあったとしても、それ全然損じゃないよっていうことです。むしろそういう経験を通して、いろんなね、ちょっとした優しさだったりとか、そういう喜びにも喜びに浸る時間を持ってくださいねって感じですかね。そしてオラクルがね、カップの5の逆ということで、
今その心配していることとかっていうのは思ってるほど悪くないよっていうメッセージなんですね。で特にこのメッセージっていうのはこのなんか全く違うところに自分が手を伸ばしたっていうわけではなく、なんかこう親戚とか家族とか身内とか、まあ、コネとかそういうなんかこうなんとなくつながりのあるところからやってくるいい話があったりして、でそれに対してうーんって思っているけれども、その話も悪い話じゃないですよねみたいな感じがしました。ちょっとオラクル見てみようかな。ワンド4ということで、すごくやっぱり双子座のね皆さんを信頼してくれてるからこそ声をかけてもらっているとか、信頼してるからこそ何か、来た話なのかなって感じがしますね。とてもいいですね。人間関係も仕事としての方向性もすごくいいです。ただ何かが自分を止めてるんですよね。何でしょうね。それは流れはいい、実際この話も悪くない、だけど何でしょう、このご自身を止めている、その止めている原因は何なんでしょう。それはね、ちょっとなんだろうな、おそらくそれは固定概念というか、こうでなければならないんだっていう思いがあるからこそ、そうじゃない話が来た時に、いやということはこうしなきゃいけないよねって思ってるけど、このなんか来た話って別にそれは関係ないっていうことかもしれないので、何かね、双子座の皆さんの何かを認めて声をかけてもらったりとか来る話があるんですね。ということは自分がこうしなければって思ってるものとは全く関係ないところでの評価を得ているので、こう自分を縛っていた意識っていうのはできる限り外すようにしてみてくださいね。なのでお仕事はどうでしょうね、いいとか悪いとかっていうよりもとにかく強い、もうなんかゴリ押ししそうな勢いがありますので、もしそのゴリ押ししていけただったらいいんですけど、もしそこで何か止まったってなったら止まらされてるんだなと思って、何が原因なのかなとか、何か今暴走してたかなっていうことで止まって考えてみてください。そして先ほども言ったように わずかな喜びというかね、ささやかな喜びを感じる余裕を持ってみると、あ、なんだ物事で全然悪いわけじゃなかったなみたいなことを思うかもしれません。これもしですけど人間関係とかでいくと、誰かと仲良くなりたいとか思ってすごい積極的にアプローチして、もうガンガン押せばいけるぐらいの感じで押していって、もうそのことをどっぷりハマってるみたいな感じもあるかもしれませんよね。だけどやはりね、押してダメなら引いてみるっていうバランスも大事かなって感じはしますね。でも悪いわけじゃないんですよ。悪い方に転がってるわけじゃないんです。これは思ったほど悪くないよっていうのがメッセージなわけですからね。でも一応ちょっと対策というか別のセルフセラピーカードで見てみたいと思います。この2週間で双子座の皆さん気をつけることなんでしょうか。何なの。はい、無意味感っていうのが出ていますので、何かしら自分が行動するとか、こう今来てる話に乗っていくっていうの、それを本当にやっていく意味ってあるんだろうかとかっていうのがあるかもしれませんね。もしくはね、これってすごく自分自身が誰かから背を向けて一人で歩いてるっていうカードだったりするので、もしかしたら自分がこれ以上傷つきたくないとかっていう思いから心を閉ざしているのかもしれませんが、実は周りは待っているっていうカードでもあるので、ここもね話がなんか来そうな感じがあるのでね、自分で自分のことどれぐらいこうなんていうかな、認めてるかなっていうところで自分に価値を見出せるかどうかですね。これはね、ちょっと他のカード見てみます。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんでしょう。対策見てみますね。はい、つながりということで、つながっていってください。本当にこうよくね、人って何か辛いことがあったりとかすると、悲しいこととか、それをやっぱり言うこと自体が惨めだっていうふうに感じたり、知られたくないっていうふうに思うと思うんですけど、隠された方っていうのはちょっと寂しかったりするんですよね。あ、話してくれればよかったのにって思ったりするので、つながっていってください、人と周りの人とね。自分が感じてることや、今すごくこんなことに頑張りたいと思ってるんだとか、でもなかなかうまくいかないんだとかも含め、その悩み事もなんかつながっていく、ありのままの自分でいいんだよっていうことでつながっていってくださいね。
そうすることでこの2週間自分が得られるものは何でしょうか。これかな。アバンダンスということで、自分が望んでいたものは得られますよと、オーダーしたものが入りますよということなので、豊かさと聞いてイメージできるもの、愛なのかお金なのかチャンスなのか、何かそういったものを、自分が欲しいなと思っているものをつながりを持って求めていくことによって得られますよというふうに出ています。そして最後のメッセージは、神聖な自分とつながるっていう感じのカードが出てますね。いいですね。この無価値観の自分じゃないんですよ、神聖な自分。自分はもう存在している以上、この宇宙の一部なんだと、この宇宙と同じものでできているんだということで、思っておいてください。自分が繰り広げる世界があるよということでね。はい、ということでここまでにしておきます。何かしら参考になりましたでしょうか。もし参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録で教えてください。そしてちょっとお知らせなんですが、3月はね、占星術のイベントをやります。これちょっともういっぱいになってしまったんですけれども、4月は個人鑑定をやろうかなと思っています。で、個人鑑定は枠は少し少なくなってしまうんですが、どうしてもメンバーシップの方優先になってしまいますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。はい、でね、LINE もお知らせとか LINE でお送りしますので、 LINE のご登録もお待ちしております。ということで、この2週間ぜひちょっとだけ力を抜いて、ささやかな喜びを感じる豊かな時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。